日高神社は岩手県欧州市水卓に鎮座する神社、旧社各は豪社、重要文化財の本殿や日高か防災で知られる。日高神社神社の森と山道の日高工事名称には諸説あり、この地が古来より日高み国と呼ばれ、日高み国勢力の中心地であったことや、前9年の役の折に源の頼地家が祈祷したところ、雨が急に闇日が高く昇り、 羊の時に、安倍貞党を撃ったことにちなむとされる。妙見菩薩を祀る宮として、日高妙見や、日高妙見神社とも呼ばれている。雨のみ中主の人、小結びの神、大年神、お年神、若年神、水波の売り神、大国主神、丘の御玉の神の八柱を祀る。ちなみに、雨のみ中主の神は、妙見菩薩と集合することの多い神である。 日高神社の創建は、公認元年に、第52代佐賀天皇の勅命によりこの地に誕生したことが、始まりとされる。この地の主会であったアテルイが降伏し、延暦21年に、伊沢城が、坂の上の田村麻呂によって造営されてから8年後の創建となり、北上国の信仰を継承する形で、中央政府の神々を祀る伊沢陳寿府の神社に、 されてきたと推測されている。聖意大将軍元、寄地家、吉家府氏が、前9年と、あと3年領土の役で、戦勝祈願に訪れたと伝えられており、伊沢氏をはじめとする東北鎮護の国市、欧州藤原氏伊達氏などから通景を受ける。河尾2年には、藤原秀平が再造をさせている。慶長年間には、伊達政宗が再興させ、 車両の寄進と車電の造営を行い、参拝の記録も残る。寛永9年元車電を、初代水沢城シュルス修理が改築している。明治2年に沢県が置かれると、同4年には、県の総社として豪車に列したの神社制度の、開廃により消滅している。霊祭は4月22日。かつては、陰暦正月22日に行われ、当日は防火を祈る。 加剖祭が合わせて行われたが、加剖祭は、現在4月28日前夜祭り、29、日本祭が行われている。加剖祭は、水沢城シュルスムネカゲが、江戸財布中に、明暦の大化を体験したことから帰国後に、消防隊を組織し、日高神社の日曜日に、境内社随山の上社の随を水に通じるとして両者に、 家房の祈願をしたのが、始まりといい、県無形民族文化財の日高林という林を、奏でながら林屋台が城下を練り歩く。日高神社拝殿本殿は三軒舎流れ作り銅板武器。寛永九年の留守理による改築と伝え、カエルマタ屋台は、後輩の頭抜き等に特色ある形式が見られると、ともに、岩手県下では、 江戸時代前期に遡る数少ない神社本殿であり、また独特の香料とカエルマタ等には室町時代の手法も伺われることから、県下における神社建築の歴史を知る上でも貴重とされる。平成2年に国の重要文化財に指定された。本殿には平殿と拝殿が接続するが、これらは昭和24年の贈体。その他、 昭和39年落成のカグラ伝統がある。随山神社、バース2518坪の境内には、関文8年5月20日の記念名を有す、石道楼や、水沢城主の留守、宗都市、宗直府市の墓所、源義家が、安倍貞田を打った立ちを洗った場所と伝わる、立ち洗い川の日、昭和49年9月に建立された、留守修理の銅像等がある。また、 バースギと呼ばれる二本の杉がそびえる。一本は、前九年の役で、安倍一族を正当したことを祝す縁が開かれた際に、源義家が使った杉の端を地面に刺したものが、根付いて巨木になったという伝説があり、そこから別名、義家杉とも呼ばれる。樹高24メートル、目通り間位5.8メートル、推定樹齢は、約550年以上。 昭和32年に、市の天然記念物に指定され、もう一本も同47年に、市の天然記念物に指定されている。重要文化財岩手県指定文化財、欧州市指定文化財、陸中国伊沢軍孫氏。なお、同年は秀平が陳樹府将軍に任ぜられた年である。岩手の文化情報大事典日高神社本殿。柴彦神社は後に、 宮城県塩釜市の塩釜神社境内に、センタ、ー。岩手の文化情報大辞典、随山神社。ありがとうございます。